それでは定刻になりましたので、今日のゲストをお迎えしての、催しに始めたいと思います。本日お招きいたしましたのは高見沢信繁さん、日本の NSC 前の国家安全保障局の担当していらっしゃった内閣官房副長官補として、去年成立しました安全保障関連法のあのまとめ上げのお仕事をなさった、その、一番リーダーとして中身をまとめられた方であることは皆さんもよくご承知と思います。その高見沢さんが退官されまして、在任中はなかなかこういう場で話をしていただくことなかったんですけれども、官僚 OB となって自由な発信が可能になったんで、ぜひ一度お招きしたいと思って今日来ていただきました。本日、タイトルはですね、日本の進路と米大統領選挙後の日米関係同盟についてということで、日本のあるべき姿と同時にアメリカという国家がどのように今後なっていくかということを含めてお話をお願いしたいと思っております。申し遅れました。今日の進行役は NHK の島田です。最初、1時間弱程度高見沢さんにお話をしていただいた上で、後ほど皆さんからのご質問もまたできるだけ大勢の方からいただければと思っております。じゃあ早速ですけども、高見沢さんよろしくお願いします。どうもありがとうございます。高見沢です。今日はですね、島田さんから電話がかかってきまして、大統領選挙の関係で、ということだったんですけれども、私も気軽にですね、分かりましたと言って、引き受けてからですね、よく考えたら結構大変なことらしいということでですね、しかも相手がほとんどプロフェッショナルな方たちだけだということで、ちょっと迷いましたけれども、私現在職に就いておりませんと言いますか、役所から離れておりますので、その意味でちょっとテーマをに従ってお話をさせていただきたいというふうに思いました。それで最初にですね、私は申し上げたいのは、まず今回の大統領選挙ございましたけれども、世界各国でいろんな選挙が行われてきましたけれども、その中でやはり共通的な現象といいますか、症状といったものがいくつかあるのではないかというふうに思いまして、そこでその特徴というものを私5つにまとめてみました。で、1つは政治の困難化ということでありまして、これは課題が非常に複雑になって増えているということが申し上げられるのではないかなということで思いまして、その意味でその弱化する指導力と統合力といいますか、あるいは急速に進む、急進ナショナリズムの影響もあるというようなことで、ある意味その強い指導者への渇望というのが全般にあるのではないかと、それが一つの特徴ではないかなと思います。それから2点目の特徴として、今まさにルールズベースオーダーとかですね、いう言葉があるわけですけれども、その価値自体が動揺しているのではないかというのは非常に感じているところでございまして、それはその民主主義の現状と将来に関する不信の増大であり、新興国の挑戦にどう対応するかという問題だろうと思います。それでお出になった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今年の国際政治学会60周年の記念の大会でございまして、そこで田中明彦先生とバリー・ブザンという LSE の教授の間で、そのいわゆる今の民主主義というのはどうなんだということを言って、そして田中先生はどちらかというと、最終的には民主主義はちゃんと行くんだと、リベラリズムが支配するんだということを言っているのに対して、バリー・ブザンが、いやそんなこと言ったってデモクラシーは至るところで破綻しているではないかと、で、いわばうまくいっているのは経済のリベラリズムだけではないのかというような話をされたわけですけれども、まさにこの価値の動揺というのが私は起きているというふうに思っております。で、それで今後の対応のあり方を考える手がかりという2枚目の紙にもございますけれども、まさにその動揺するオーダーといいますか、なぜその秩序が揺れているのかということについて、私なりに最近考えてきたことを整理しますと、一つはオリジンといいますか、もともと今我々がいろんな従っているオーダー、国際的な枠組みというもののオリジンは何であるのかということですね。例えばいろんなその人権に関わる問題っていうのは、当時登場した共産主義を追い込むための枠組みであったというのは、歴史的にはやっぱりそういう評価をせざるを得ない部分があるわけですから、国際システムそのものがですね、非常に客観的な何かで出てきたのではなくて、時代背景の中で出てきているものだという、そういうオリジンに我々注目をする必要があると思いますし、その意味でその正当性といいますか、ライチャスネスといいますか、そういったことについてもやっぱりよく考えなければいけないだろうと。で、そこへ持ってきて、今いろんな
その事態が複雑化していく中で非常に多様化していて、しかもそのセントラライゼーションといいますか、中心に引く力とそれから分散する力というものが両方ある中で、このオーダーというものをどう考えるのかというようなこともございます。それからそのもう一つ大きな問題、 E の2つなんですけれども、ここにはインフォースメントとインラージメントというふうに書きましたけれども、要はその一旦できた秩序なりというものについて、それをまあどういうふうにこう実行していくのかと、あるいはそれをどう拡大していくのかというところでチャレンジにさらされているわけでありまして、でこれまでそのウクライナで起きたことなりですね、あるいは中東で起きているということを見ると、このいわば民主主義の拡大といいますか、押し付け的な部分とに対する反発というものがまた今のオーダーのですね揺れを招いているのではなかろうかと。したがって今回あの私はあのトランプが大統領選挙で勝ったということでですね、おそらくこのインフォースメントとインラージメントのところというのはちょっと違った部分が出てくるのではないかと。つまりオバマ政権なりが理念を前面に出して拡大なりをしていったと。でそのやり方というのは実は力というよりはむしろ NGO を使ったりとかですね、そういった、まあ、ネオコン的なところもあったかと思いますけれども、そういった部分が今後どうなっていくかという意味でこのオーダーというのは揺れているのではないかなと思います。それから最後の2つの R でございますけれども、これはレジリエンシーとリスペクトというふうに書きましたけれども、そういった現実が生まれている中でですね、じゃあ世界的にその持続可能性というものはどうなんだと、どれだけこのシステムというのはあの強いものなのかということを今問われているわけでございますし、それに対する国際社会がみんなそれを守っていくと、で少なくともその国際的な枠組みから出ることは非常にハードルが高かったわけですけれども、今やこの国際秩序そのものについてもあまり尊重しないという風潮があると。でその中でじゃあ今回トランプが登場して、気候変動なんかでパリ協定の話なんかああいうふうにしてるってことはどういう意味を持つのかっていうのは実はかなり大きな問題ではないのかなと思っております。でその背景ですけれども、そこに6つの S というのを書いてありますけれども、私はやはりその政治が難しくなったと、で価値が動揺してるっていうのはおそらくここにあの内閣官房でも非常に感じてましたけれども、この6つぐらいの要素があるんではないかと。一つはスピードということでありまして、とにかく変化が早いと。で今のインターネットあるいはソーシャルメディアの時代であれば、報道しているうちに新しい情報がまた入ってくるみたいなですね、そういうスピードというものが非常に生まれたんではないかと。それからその次のシビリティということなんですけれども、これは非常に状況が厳しいと、いろんななかなか命がかかってくるような状況というものがいくつも同時に生起するような、そういう厳しさというものがいろんなところで生まれているということではないかなと思います。で現実に過去15年間というのを見てみますと、この冷戦崩壊後アメリカが新たにそのそれらの国との戦いを始めたといいますか、まあ、いわゆる戦争状態になった国というのは8カ国あるというふうに言われてますので、まあ、そういう意味でもいろんな厳しいものが同時進行的になっていくという時代に入っているのではないかなと。それから3番目の S というのがスクルティニーって書いてありますけれども、今の政権の政策というのはあらゆるところから本当にネットの世界も含めてあの検証にさらされると、まあ、ほじくり返されることもあるというようなことで、でそれでなかなか政府側がですね、従来のようなアドバンテージというのを持てなくなって、でその結果サスピションが生まれているということが今起きているのではなかろうかと。で一方でそのグローバリズムが非常に進んだ結果、非常にその分断が進んでいるということがあると。で一方でアイデンティティといいますか、あの自尊心といいますか、誇りというか、そういった問題がそれぞれのところで生まれているというようなことでありまして、私はですから今回あの世界各国の選挙プロセスというものが共通的に抱えている現象とか症状というのにはこういうものが関わっているのではないかというふうに思っております。でその結果ですね、選挙プロセスの中で政治が非常に難しくなっていて、価値も動揺している、でしかも格差も増大しているということになるわけですね。でその中で選挙戦を戦うときに、この情報の拡散というものが非常に激しいと。でこの情報の拡散というのはあの大きく言ってですね、あのいわゆるインフォメーションそのもの、つまり比較的ニュートラルなインフォメーションが拡散するということもあれば、ディスインフォメーションもあると、それからミスインフォメーションもあるということでありますので、今まで以上にその言葉の世界での戦いというのが非常に激しく行われるようになっていると。これはサイバーセキュリティという以前の問題かもしれませんけれども、いわば従来は人と手間をかけて行われなければならなかった情報戦というものがですね、いわば日常化しているということではないかなと思っております。ですから今我々にとって非常に難しいのは、いい話は情報の海の中からいいものを拾わなきゃいけないわけですけれども、悪い話というのは情報の海の中でもどんどん広がっていってしまうというですね、その非常に難しい状況というのに政治が今直面しているということではなかろうかと。
で最後にその内政の重視ということを書きましたけれども、今非常に問題が複雑化している中で、それぞれ格差が広がったり、まあ、価値が動揺しているということで、内政を重視しなければいけないというふうになっていると。これが今、我々が、まあ、向かっている状況ではないかというふうに思っているところでございます。それでじゃあ実際にですね、どういう課題が今あるかということなんですけれども、これは資料にございませんけれども、実は私今年の3月にですね、経済関係の会合で安全保障上のリスクと我が国の対応について話してくれということでですね、最近のいろんな各種の報告書でどういった危機が問われているかということについて整理をしてみました。そうするとダボス会議の報告書、あるいは外交問題評議会の報告書、それから日本でいうと PHP の報告書、それからユーラシアレポートであるとか、グローバルトレンズですね、これは CIA が出しております2030年を見通したものであるとか、2020年とかあるわけですけれども、そういったもので今我々が課題ている課題の広がりというのはどういうものがあるのかというようなことを申し上げたんですけれども、これはもう皆さんご案内の通りなんですけれども、ダボス会議は特に言ってたのが難民問題と気候変動と、特に気候変動についてはその水資源の問題と合わせてそのグローバルなチャレンジであって、これが最も大きな課題だというようなことを強調していたわけです。で一方、外交問題評議会はアメリカの国益を脅かすような事態ということで、まあ、30の脅威を見積もっているわけですけれども、その中ではほとんどアジアのものがございません。つまり彼らから見るとアジアに対する関心というのは非常に危険度という点では実は低いというのが定着しているということではなかろうかと。それで PHP はこれはもうずっとアジア中心に、まあ、今日懸念材料を言ってたんですけれども、まあ、彼らが言ってた一つの特徴というのは宙吊りのその米国の指導力ということで、これを8番目に大きな問題だと掲げていて、でその結果要するに国際主義を放棄するような形のことになりかねないと、で TPP も危ないかもしれないというような可能性をかなり、まあ、濃厚に描いていたということが思い出されるわけでございます。で一方でユーラシアレポートというのはどういうことを言ってたかというと、これはご案内の通りですね、トランプ大統領になる可能性というのは皆無であると、レッドヘリングであるということを強調して、でむしろ欧州の弱さを強調し、かつその中国をルールメーカーとしての存在感というのが増しているというような言い方をしていたというのが私としては思い出されるところでございます。で一方グローバルトレンズの方は昔のものを今紐解いてみますと結構面白くてですね、グローバルトレンズ2020というのは2005年ぐらいに確か、作業されてるんですけども、そこで言っていたのは中国とインドの台頭という、まあ、いかにも当たり前の話もあるんですけども、一方で西洋の規範価値の有効性が問われるということを言っておりまして、グローバルトレンズ2020ではダボスの世界ということで、いわばインドとか中国が西洋の規範価値に対抗するような価値を作るかもしれないというようなことを、まあ予言といいますか、一つのシナリオとして描いていたわけでございます。で一方グローバルトレンズ2030、これはもう出た2012年に出たものでございますけれども、その中で大きく言っていたのがパワーの拡散ということでありますし、またゲームチェンジャーとしていろんなものがあるということで、そのゲームチェンジャーの中にですね、アメリカの国際的なリーダーシップの問題というのも入っていたというふうに思います。ですからここでは国際化が行き詰まるというシナリオが描かれていたと思うんですけれども、それが最悪のシナリオであったと。で最良のシナリオというのは融合であるというような話であったと思いますので、ですから今我々が直面している事態というのは、ここ10年15年ぐらいの間でいろんなところで議論されてきた内容というものが、まあ、あるんではないかな、そういう中でアメリカの大統領選挙ということになったということではないかなというふうに私は思っているところでございます。でいずれにいたしましても、これからどういうふうに、まあ、我々はこれを考えるかと。でこの一番ですね、実はこの世界の共通的現象症状の中で私は非常に大きいと思ってますのは、いわゆる二重基準が、まあ、透けて見えてしまっていることではないかと。つまり今までの政権なり政治については絶対コンセンサスはデモクラシーですから 100% 取れませんから、必ずそれに対して納得がいかない人たちの層があるわけですけれども、 そこは政府としては全体としては総合的な判断としてこれでいきましょうということを言ってるんですけれども、その裏にあるいわば冷徹な一面といいますか、どうしてもその問題にうまく対応できない人たちのところというのは比較的ソフトな言い方なり、あるいは代替策というところで、なんとか収まっていたのがですね、今のそのネット社会なりいろんな情報にさらされる中で、どうしてもそこには二重基準があるということが大きく分かってしまったのではないかと。そうすると今までの二重基準ということを言ったときには、従来は建前を尊重しながら
それにうまくはまらなかった人たちに対してケアをして、でなんとか全体としては美しくまとめていくということで、このずっと来たんではないかなと。でそれにいわば挑戦したのが、まあ、トランプであって、逆二重基準といいますか、本音の方を前面に出して、その今までの二重基準で処理せざるを得ない、これからもおそらく二重基準で処理せざるを得ないと思うんですけれども、そこの部分というのをいわばさらけ出してしまったと。それで国民の目には逆二重基準の本音の部分が先に出てきたというふうに映ってるんではないかな。ですからトランプが当選した以上ですね、このまた政権に就いた時のこの二重基準をまた避けされなきゃいけないということでありますから、そうすると本音の部分というのはやっぱりスーッと下の方に落ちていかないとなかなか回らないんではないかと。だからちょっとここが実はすごく大きなチャレンジになるんではないかというふうに思っております。以上、大体前置きは長くなりましたけれども、それから2点目といたしまして、今回のアメリカの選挙結果の概要ということで、私なりの推計もしておりますけれども、整理をいたしますと、まずポピュラーボートについては 47.3 と 47.8 ということで 0.5 ポイント差であります。で2人ともですね、前回のミッド・ロムニーの得票率 48% を下回っていると、つまりそれだけ第三政党が今回伸びたということは言えるのではないかなというふうに思っております。それから選挙にもおそらく232で止まると思いますので、こういった形のところではないかと。それで上院について申し上げますと、ご案内のとおり52と48ですけれども、いわゆるオバマブームの時に当選した上院の議員の数が、無所属も含めますと、民主党は25ありますので、今度の中間選挙、2018年の中間選挙というのはかなり大きな焦点になろうかと思いますので、共和党が60を取る可能性もあるのかなというような状況ではないかなと思います。それから下院の方については、これも私の推測で、ルイジアナ州は再選挙になりましたけれども、それは多分共和党が勝つという前提で数えますと大体こんな感じでございまして、で今回議席が共和党と民主党の間で動いた議席の数はですね、全部合わせて13というだけでございまして、42州は全部ホールドです。つまり候補者が変わってもですね、全く変わっていないと。共和民主の構成というのは42州で一つの議席も変わっていないということでございますので、この構造というのはやはりかなり固定してきているのかなというような感じを私としてはしているところでございます。でいずれにいたしましても、今回の選挙というのはリアルクリアポリティクスの予想では272対266ということで、クリントンの方が若干有利でしたけれども、世論調査ではものすごく競っていたと。それがそのまま現れたのかなということでございまして、予測と違ってたのはネバダ州がどちらかというと共和党って言ってたんですが、これがクリントンに来て、それでご案内のようなところで要するにフロリダはもともとリアルクリアポリティクスではフロリダ、オハイオはもともと共和党という予測でしたので、あれでしたけれども、いくつかのところで特にペンシルベニアとミシガンのところで変わってしまったということかなというふうに思っているところでございます。したがって今回のレジュメの3に参りますけれども、分析報道ということを考えてみますと、大番狂わせなのかと、あるいは危険なポピュリズムなのか、天地がひっくり返ったのかということになるとですね、私は必ずしもそういうことではないんではないかな。今回のいろんな選挙のプロセスを見ましてもですね、トランプが勝ったということは大番狂わせだということではなくて、非常に接戦だった中で最後の選挙戦術なり、あるいは要するに候補者の健康問題とかいろんなことが左右し、最後の終盤の選挙戦術というのも影響したかもしれません。ただ私はやはりトランプが当選できた背景には、今申し上げましたような大きな変化というものがあったのではないかと。それは世界各国共通の変化もあれば、アメリカ国内の変化というものもあったのではないかなというふうに思っているところでございます。それで今後のじゃあ政策の方向性ということをどう考えるかということでありますけれども、これはですね、おそらくすべての側面を含むのではないかと。つまりそのアジェンダが非常に多くてですね、複雑化している社会の中にあっては、やはりその一括りにはできないと思うんですね。でいろんな分野でいろんな違った方向に行くのではないかと。ですから一言で言えば新政、つまり新しい政策が生まれて、非常にトランプになってうまくやるものもいくつかあるのではないか。それから再生ということで、今までの例えばオバマ政権に対しての共和党政権の批判にもあったような形でですね、昔の良かったものをもう一回こう作り変えていこうというような再生的なところもあるのではないかと。あるいはミッド・ロムニーの時の選挙公約と今回のトランプの公約の類似性とかを拾っていきますと、ある種共和党の主流派に回帰するというような政策の部分もあるのではなかろうかと。であるいは
今回のトランプ登場によってすごく停滞するものもあるんではないかと、あるいは混乱していくかもしれません。ですから私はそれぞれ非常に大きないろんな形の政策的な方向性というのはあるんではないかと。だから政策というものを単純にとらまえてですね、全般的に混乱するとか全般的にうまくいくということはなかなか言えないんではないけど、まさに今回 そのトランプの当選の背景、あるいは各国の選挙の背景というところにですね、そういう問題の複雑化とですね、協力関係の作り方が非常に重層的に行われなければならないという現実があるんではないかというふうに見ているところでございます。それでじゃあ今後どう、考えていったらいいかということなんですけれども、新政権の発足に伴って、どういう変化がこれまで生じていたかということであります。で一番下にですね、アメリカの新政権、つまり2期やらなかった大統領が変わったとき、2期やった大統領がもうその次選挙に出られなかったときということで、最近の20年から30年というのを振り返ってみますと、まず1981年というのはカーター政権からレーガン政権になったときでありますけれども、でこの年、選挙が終わった年に何が起きているかというと、レーガンの暗殺未遂というのがありました。で年末にかけてアサドが暗殺されたというのがあったんですけども、この年日本なりアジア周辺にとって非常に大きかったのはむしろ鈴木レーガン共同声明ではないかと。これはそのアフガン侵攻が79年の末にあってですね、さあこれから、やはり新冷戦と言われている中で、要するに日米間がちゃんとした役割分担をしてやりましょうということを言った年ではなかったかなと。それから1989年はこれは天安門事件がございましたし、年末にはマルタで米ソ首脳会談があったということであります。でこれはこれも結構大きな変化ではなかったかなと思います。それから1993年は何があったかというと、いきなりその北朝鮮の NPT 脱退宣言問題で、これがぐわっと動いていって、いわゆるアグリードフレームワークにつながるわけですし、で一方国際的なアメリカの対応ということでは、ソマリアでブラックホークダウンが起きて、非常にこれは国際社会、そういった少なくとも国連の枠組みに対する関与というのは大幅に引くような動きがあって、でそういった形で北朝鮮の核危機がずっと進行していく中で8年を過ごしてしまったと。でその後に2001年になった時には要するに EP3 の接触もありましたし、同時多発テロもございました。でここからはずっといった、15年間8カ国との戦争というような形に入っていくわけですね。それでじゃあ2009年というのは何があったかというと、これは意外となくてですね、あるのはですね、オバマ大統領がプラハ演説をして、その後ノーベル平和賞をもらったというのと、日本では鳩山政権が誕生したというようなことなんですけれども、おそらくこういうようなことを見てみますとですね、結局その新政権が発足した年とかその翌年ということについて言うと、いろんなことが起きると、最近では毎年起きているわけですけれども、じゃあ今回 そのトランプの当選というのは、こうした過去 その選挙なりのそのスタートの年に起きた事案と比べてですね、それほどその根本的な変化なのかというとですね、私は根本的な部分というのを見極める必要あると思いますけれども、いろんな過去の例から見てもですね、常にこういったアメリカの新政権が登場したときにですね、世界は結構気にしてたんではなかろうかなと、みんなこう忘れているように思いますけれども、そういった側面が実際にはあるんではないかなと思っております。それでじゃあ今トランプがいろんなところで言ってる話とかたくさんあるわけですけれども、私が経験的にといいますか、いろいろ大学なんかで教えているときに、こういうその変化というけれども、それは違うんだということでいつも言ってることがありまして、でこの6つの P というのをいつも学生に強調してるんですが、1つがプラグマティズムということで、2番目がプロセスで、3番目がプレゼンテーションで、4番目がプライオリティセッティングで、5番目がポリシー、これは政策そのものですね。でそのパッションという、この6つを言うんですけれども、あえて今回これにですね、引き付けて説明をさせていただきますと、まず始まるのがですね、このプラットフォームをちゃんとこう点検する作業ですね。でそれはやっぱり政権に入って機密事項であるとか、本当なかなか外に言えない実態の話であるとか経緯、それから実はこういうところで非常に問題があるんだけれども、そこはそのまま説明してませんみたいなですね、そういうその現実はどうなんだっていうところの難しさということを理解をするというプロセスがあるかと思うんですね。で今まさにトランプ新大統領も、その選ぶ次期大統領もその点のところのをずっと進めているんではなかろうかと。でその結果
基本的に理解が深まればいいですけれども、どうしても相違は残るだろうということでありまして、今そのプロセスが非常にかなり進行しているのではなかろうかと。そうするとある種実態に踏まえて非常にプラグマティックに方向転換する部分と、それから最後のそのパーソナルとか DNA って書いてありますけれども、その人の個人的な情熱なり、マイアイテムといいますか、それに関わるものというものとがだんだんこう分離してくるようなプロセスというのが今進行しているのではなかろうかなというふうに思っております。それから2点目はですね、これは同盟関係を考える場合に非常に出てくるわけですけれども、その政権のプロセスとかスタイルがですね、どういうふうに変わるかという、この変化というのは実はかなり多くて、でこれは政策の方向性が仮に同じであってもですね、かなりプロセススタイルの変化で大きな戸惑いが生じるかと思います。ですから例えばNSC がどれだけの力を持ってやるのかとか、あるいはペンタゴンが誰になるかとかですね、国務長官がどうなるかというのは非常に大きいわけですし、それから同盟関係でもですね、事前によく相談するようなふりをしてやるところと、で相談して本当に意見を取り入れるような政権というのはあまりなかったと思いますけども、まあ、理念的にはある。それから相談するけれどもあまり結論は変えないと、それから相談しないと、まあ、いろんなプロセスがあると思いますので、私はですね、政策のそのものの変化よりはこのプロセスとかスタイルの変化というものは、それぞれパートナーとか同盟国というのはどう考えるかということを非常に真剣に考えた方がいいのではないかなと思っておりまして、それは今回どういう NSC ができるかとかですね、政策の移行委員会の構成とかも前例とはちょっと違いますので、そこのところが実は非常に大きな課題ではないかなと思っております。それから3番目がですね、こうプレゼンテーションと言ってますけれども、これは説明ぶりであって、これも一見大きく違うように思うんですけれども、どうしてもその新しい大統領になるとブランディングが必要でありますので、まあ、そういうその政策の中身はあまり変わらないけれども変えていきたいと、要するに ABC といいますか、それとにかくクリントンがやったことはもう嫌だということで、そのクリントン以外のことにしたいというようなことがありましたけれども、じゃあ中身が本当に変わるかというと、そうでない部分があるんではないかと思いますので、私どもはそれがまさにプレゼンテーションなりブランディングの問題なのか、本当に中身が違うのかというところはよく見ていかなきゃいけないだろうと思います。それから4番目がこのプライオリティセッティングでですね、これはかなり影響が大きいと思いますし、私もよく分かりません。で今少なくともトランプが言ってるのは国内問題をまあ優先するというようなことでありますし、彼の出していますコントラクトの中にもいろんな優先順位は非常に あると思いますけれども、そこの部分がこれからどうなるかですね、いわゆる移民雇用保険というようなもの、つまり内政に非常に高い優先順位が置かれているわけですけれども、ここの中がまあどういうふうになっていくのかなと、つまり国内問題と国際問題におけるプライオリティセッティング、それから国際問題の中ではその安保安全保障であるとか経済とかですね、それをどういうその、まあ、分類になるのかと、それから地域の、まあ、優先度ということで言えばアジアあるいはヨーロッパ中東というのはどうなるのかというようなことだと思いまして、でこれがまあかなりおそらく不透明化してくるのではないかな。だから同盟国にとってここで非常に大事なのは、特にプライオリティセッティングに関してはアメリカのプライオリティセッティングというのは非常に大きなウエイトを持つかと思いますので、その点についてどう変えていくのかということをあらかじめ打ち込んでおくといいますか、ここの部分が実はこれも非常に大事ではないかな。ただ最終的にはその国がこっちが大事だというとですね、なかなかこれは変えられないところでありまして、このプライオリティがどうもちょっと違ってしまった場合にどうするかというのを考えておかなきゃいけないだろうなと思っております。それから5点目がポリシーの話でありまして、これはまさに政策の幅がまあどれだけあるのかということに尽きるかと思います。それで政策の中身というのを一般的に分類しますとですね、一つは競争的な政策と、つまり、まあ、ゼロサム的な部分のものというのがあるのではないかと、それから2点目は協調的ということでありまして、これはバリー・ブザンがまさに国際政治学会で言ってましたけど、シェアードフェイスという言葉を彼は使ってましたけれども、世界がみんなで共に取り組まなければいけない問題の方がむしろ重要になってきているということでありましたので、まあ、そういった問題であるかどうかと、それからあとはペリファリーといいますか、その国にとって特にアメリカにとってあまり重要でないと、どっちでもいいと、まあ、協力もするし反対もしないというような分野なのかというですね、そのどこでそのどういうポリシーをやるのかというところが非常に重要ではないかなと思ってまして、で私が最近ちょっと考えてますのは、これプロポーショネットという言葉を入れましたけれども、比例的といいますか、どうもそのトランプの考え方というのはある種その
比例的な国際主義とでもいうようなところがあるんではないかと。それでそれはそのコストと、それからコンセプト、コストベネフィットとコンセプトというものが あってですね、でそれに対してその自分たちはその どうなのかというところを、まあ、やっていくと。そこでそのフェアシェアといいますか、他の国も協力していくということがあればそれはやっていくと。だけど協力の鍵は何かというと、理念でもなくて、コストベネフィットだけでもなくて、それはキャパシティではないかと。つまり能力がないこと、能力に応じたインターナショナリズムということがあるんではないかと。でこれでですね、もし仮にトランプが今のアメリカの国力のままでプロポーショネットに国際的に関与するということであればですね、非常にその国際的な関与が弱まるという心配があるわけですけれども、一方でトランプなり、あるいはセッションズとかいろんな人たちが言ってる話は何かというと、これはすでにコントラクトの中にもあるわけですけれども、国防力の強化ということはものすごく明白に言ってるわけですね。で、それはそのいわゆるもう完全に今や枯渇した戦力というものを回復するんだということを言っておりますし、そのまさにインフラ投資に10年間で100兆ですかでやるということと同じような意味で、国防費も9兆ずつ増やすというような話をしているわけですから、これは大変なやっぱりことだろうと思いまして、いわばそのアメリカがその関与についてはある意味よりまあプルーデントになるといいますか、状況を総合的に見て判断すると言っている一方で、国防力は徹底して強化するということを、まあ、いろんなところで関係者が言っておりますし、それからトランプ自身も言ってますので、そこの部分というのは私はこれから大きな要素ではないかと。つまり力を持った形での国際主義ということになるのではないかなという気がしております。それから最後はまあ、そうは言ってもということなんですが、これまで その政権の発足で大体こういった形ですり合わせが行われてくるわけですけれども、最後のところで最後はそのパッションといいますか、その大統領の持っている重要アイテムというものが最後に残りますので、ここでしかもそれは優先度の判断においても、あるいは政策の転換をする方向性にしてもですね、最後は個人の判断といいますか、思い入れというものがかなり効いてくるかと思いますので、そのこの思い入れのある部分というものを、まあ、どういうふうに尊重していくのかということではないかなと。でこの思い入れのある部分というところに非常に抵抗したりすると、なかなかこ うまく全体がいかないんではないか。ですから当面その大事なのは、新政権の思い入れの深い部分についてどうしてもある程度新政権の顔を立てなければいけないと。しかし立てるとしても非常に影響が大きいというときにですね、この両者の調和をどう図るかと、でその分野をどこに絞るかと、あるいは絞ってもらうのかということが、まあ非常に大事なのではないかと。ですからこういうプロセスにおいては、まあ2つのチャンスがあって、一つはタブーブレイキングな、タブーをちょっと今までは当然誰もそんなこと言えないよなと、大体アメリカもそんなこと考えてないしと言ってた話がですね、アメリカの方からちょっともう一回じゃあ基本的に考えてみましょうといったときに、それをいわばうまく使うという場面もあるのかもしれないと。結果的にはそれで新しい政策が展開していくというような事例もあり得るのではないかと。あともう一つの方は、これはうまく乗せてしまうというかですね、結局その新しいリーダーが非常に思い入れを持っているアイテムというのは、やはり国際的にはとても受け入れられないし、多分アメリカも最後は分かってくれると、あるいはそのスタッフたちも実際はリーダーがそこまでやることを望んでいないというようなものであるものもあるとすると、でそこはある程度その大義名分といいますか、名をですね捨てて術を取るといいますか、そのブランディングとかその大統領が頑張っているという部分は通したような形にしながら、実際はどうしていくかというような部分も出てくるのかな。だからこの、部分をどうするかというのは非常に私は難しい課題ではないかな。だからあくまでもそれぞれの国が、特に日本とかヨーロッパの指導者たち、あるいはおそらく中国ロシアもそうだと思うんですけれども、どの部分をまあ、ある程度顔を立てるかみたいな形にして、やっていくというようなことになるのではないかなと。でそれがおそらくそれぞれの役所といいますか、安保とかでどうとかという個別のところでもあるんでしょうけれども、全体として非常に大きなパッケージになるというふうに思いますので、その政権全体としての統合力というのが各国とも問われるんではなかろうかと。つまり経済から安保からそのいろいろ幅広く全体を見るというようなところをしっかりやっていかなければいけないのではないかなと思っております。でその意味で安倍総理が
書簡を出されたというところは非常に重要なことでありまして、でしかもその書簡の中には結構まあいろんなことがこう含まれているというふうに思いまして、で私は特にこれは部外者で見てて非常に思ったことはですね、一つはトランプとの電話会談ということでこれは公表されている資料にあるわけですけれども、安倍総理がですね、トランプ次期大統領の類まれなリーダーシップにより米国がより一層偉大な国になることを確信するとこう言ってるわけですね。でこれはまさにトランプが言ってたアメリカをそのグレートにすると言ってた部分、それが確信しますということだと思うんですね。だから問題はそのグレートになったときに一緒に何をやるかということだろうと思いますの でそれはおそらくグレートという意味の中にはトランプの言い方というのを借りればそのまさにその国防力の強化といいますかアメリカの国力の強化ということは含まれているわけですから、我々としてはそれをどう活用していくのかというところが非常にあるんではなかろうかと。それからトランプが特別な関係ということを言ったということも出ているわけですから、私はそういう流れの中で考えていくべきではないかなと思っております。でその上でですね、じゃあ個別具体的な課題について我々はどう考えたらいいのかということなんですけれども、で私がですね一つ感じるのは、先ほど言いましたようにそのオーダーといいますかルールズベースドオーダーというのが非常に今揺らいでいるわけですから、その中で日本はどういう取り組みをしていったらいいのかなということであります。それでまず一つはですね、先ほど申し上げましたように課題が非常にいろんなものがあるわけですから、その課題の中でやっぱりゼロサムゲーム的なもの、そうでないものというものをある程度我々なりに見極めてですね、そこの組み合わせというものを考えていかざるを得ないと。そうすると気候変動といいますかパリ協定に対する問題というものと、それから例えば同盟国の負担の問題というのはおそらく別だろうと。だからそういう問題をいろいろ考えていかなきゃいけないんではないかと。そうするとパリ協定の問題なんていうのは私は非常にある意味深刻 ではないかと思うのは、課題は共通していて世界が一緒に取り組まなければならないと。で一方でこのまま放置しておけば、人類全体の危機に関わるというような深刻性もあるというわけですね。でそうだとするとこれは本当に世界各国が共通して取り組まなきゃいけないという認識があるわけですけれども、トランプの選挙公約の中でいうとその構図といいますか本当にそうなのかということ自体を問うているところがありますから、これは結構深刻な問題ではないのかと。どちらかというとですね、オバマ政権というのは安全保障の問題に関わるところについて言うとあまり能力強化には熱心でないと。しかし言葉は激しいと。で実際の行動は限定的ということだったわけですけれども、一方その気候変動とかそういったことについては積極的な対応をしようと、それは中国やロシアも含めて協力するんだということで、どちらかというと共通する問題については一生懸命やるけれども、対立が深刻な問題については口は激しいんだけれども実力はないみたいなアプローチだったわけですけれども、これが今回 そのトランプの言ってることからすると、安全保障とか結構対立する問題については口はあんまり罵らないけれども、力はしっかり貯めてそこのところでは譲らないという方向に来ていると。で一方じゃあ国際協力の方はどうするかというとですね、そこのところはやっぱり俺は俺にやらせてもらうとこういうような形に言ってるわけ でそうなるとですね、いわゆるそのルールズベースドオーダーというようなことから言っても正当的なところで両方ちょっと離れちゃうような感じがするわけですね。で私がこれから その10年20年の間で大事だなと思っていたのは、そういうその一つのルールに従ってみんながやるということは必ずしもできないときには、それぞれ その利害が合うところでできるだけ協力を進めると。で一方で利害が対立するところについては拒否能力といいますか、しっかりしたバランスオブパワーを持つというようなことがすごく大事ではないかというふうに思ってたわけですけれども、どうもそのバランスオブパワー的なところは非常にトランプ政権というのは重視するかもしれないけれども、国際協調といいますか、そこのいわゆる共通の問題について一緒にやろうというところが弱まるかもしれないとすると、これは一つは非常にいい要素かもしれませんけれども、全体のバランスという点では果たしてどうなのかなということがあるのではないかなと思っております。それからもう一つはですね、じゃあ何でもかんでもアメリカがいないといけないのかということで、米国の関心度と役割の大きさということをちょっと考えてみたいと思うんですけれども、
要はアメリカが積極的に役割を果たすことの効用と限界というものもあるんではないかと。で、逆にアメリカが関与を薄めるといいますか、ことによってうまくいくような場合もあれば、逆にアメリカの役割っていうのはより認識されるようなきっかけにもなるんではないのかなというふうに思ってまして、その常にこう米中とその他みたいになってますけれども、そこの部分も一度引いて考えてみる必要があるんではないかと。で、私3年前にヨーロッパで会議があったときにですね、スピーチをしたことがありまして、でその時のタイトルがですね、米中関係とアジア太平洋諸国みたいなですね、タイトルだったわけですね。でこれはもう全く逆さまなんじゃないかと。中国も、まあ、アメリカもアジア太平洋の一員なんだから、そのアジア太平洋をどうするかっていうのがあって、その中でアメリカと中国っていうのもあるっていうような形のセッティングじゃないとおかしいんではないかというようなことをちょっと問いかけたことがあるんですけれども、まあ、それと似てまして、つまりアメリカあっての国際システムではなくて、じゃあ一度そのアメリカがいない国際システムっていうものができたときにアメリカがどう見えるかと、でそれに対してアメリカがまあどうするのかということなんだろうと思うんですね。ですから、その TPP にしても、あるいは他の RCEP にしても、いろんな国際的な枠組みもありますし、それからその日本がトライラテラルな協力関係というのを考えるときに、アメリカのないトライラテラルというのもあるわけですから、でそれによってアメリカのじゃあ権威が傷つくかというと、必ずしもそうでもなくて、むしろいろんな形がやりやすくなるということだろうと思いますので、まあ、そういった多角的な協力関係というものを作っていく必要があるんではないかな。で、僕は 7,8 年前だったと思うんですけれども、そういった協力関係というものをハイブリッドラテラルと言ったらどうかということを言って言ったことがあるんですけれど、つまりそのバイとマルチと、それからそういうトライラテラルとか、いろんな重層的な協力関係というのを日本自身が有効に活用して、まあ、やっていくということで、今まさにそういう状況に私はなっているんではないかなというふうに思っているところでございます。それから ですから我々としては、アメリカがこれはどうしても重要な役割を果たすというものをもうはっきり自覚してですね、それに応じたやはり対応というのは考えていかなきゃいけないだろうと。それからその次がですね、政策の揺れ幅、緊急性と緊急事態の発生ということでありまして、特にこの緊急事態の発生というのは、先ほど申し上げましたように大統領選挙が起きた翌年というのは、いろんな事態が起きているわけでありまして、で他のものであれば時間をかけてもよかったり、政策の幅をどうするんだとかいうことで、緊急性のあるのももちろんあるでしょうけれども、比較的まあ余裕があるといいますか、その3000人4000人のスタッフが揃うまであまり動かないというようなことでいいわけですけれども、一方で緊急事態は待ってくれないわけでありますので、この間の緊急事態の発生というものをどう防ぐかということであります。それでキッシンジャーがそのトランプが当選した後の話で、まあ、いくつか話をしているのを読ませていただきましたけれども、彼がやっぱり気にしているのは、トランプがなった以上はトランプをどう支えるかということに集中すべきだということを言っていたのと、あとはやはりこの政権移行といいますか、今の時期をついて何かテロが起きるとかですね、あるいは他もあると思うんですが、そういう緊急事態に対してどう対応するかということでありますので、まあ、この緊急事態対応的なところはやはり平素からの関係はあると思いますけれども、まあ、しっかり考えておかなければいけないと、我々自身で日本として非常に重視すべきような緊急事態、こういうことがあるかもしれないということについては、非常に前広に備えておいてですね、そこのところを対話をアメリカの NSC であれですね、国務省であれ、ペンタゴンであれ、まあ、きっちり今以上に強化していくという、まあ、危機感を持ってやっていく必要があるんではないかなというふうに思っているところでございます。それからその次の国際システムへの信任の確保をどうするかということなんですけれども、まあ、これは非常に今厳しい状況だなというふうに思ってまして、むしろ日本がある程度、まあ、頑張っていくというか主導していくような部分というのもかなり出てきているのではないかと。日本だけではなくて、その日本のパートナーあるいはアメリカのパートナーという共通するようなところでですね、いろいろ進めていかなきゃいけないのではないかなという思っております。でその場合にですね、アメリカを説得する鍵ということを考えてみると、先ほど申し上げましたようにコンセプトと、それからコストベネフィットの話と、あとキャパシティの話があると。でこのキャパシティの中には当然ハードソフト
あるいは非対照的な能力というのも入るのかもしれませんけれども、これを我々自身がどういうふうに考えてそこを作っていくのかということだと思うんですね。でその場合にコストベネフィット論に対してはいわゆるフェアシェアということを言ってますので、我々の方としてもここはきちっとやるというようなことを、まあ、うまくやるというか、それお前はアメリカがやっぱり持たないと誰もやらないところについてはかなりそこははっきり言うみたいなですね、そういう何か議論というのが非常に今必要になってくるのではないかと。一方でコンセプトのところをどうするかというと非常に難しくてですね、で私は一つ言えるのはトランプ政権のこれまで言ってるところでいいことかもしれないと思っているのは、国際的な関与について理念だけではなくてやはりその現実的な可能性ということをしっかり考えなさいということだと思うんですね。先ほど申し上げましたインラージメントであるとかインフォースメントのところについてはやや引く可能性も私はあるように思っていますの でそこの部分でその国際システムというのをどう作っていくかと。そうだとするとそこのところをちょっと引くとですね、よりまあ協力関係が広がる部分がまあ出てくるのではないかなというふうに思っておりますので、まあ、ここが一つの鍵かなと思っております。それから最後にちょっと重なりますけれども、まあ、以上のような状況からするとですね、ますますその政策手段の調整とか統合とか主導することが国際間で非常に重要になってきていると。つまりアメリカが今トランプのようなことを言っていることになると、そのプロポーショネットにあまりこう積極的でない部分も出てくるとするとですね、よりまあ国際協力が大事になるわけでありまして、でそのためには先を見通すようなアセスメントといいますか評価をお互いやらないといけないのではないかと。これだけソーシャルメディアが発達して一瞬のうちに情報が共有されている割にはですね、政府間の情報だけは共有されないと。なぜかというと政府は自分の情報は自分の中に閉じ込めているわけですね。でそれがおそらく国際社会としての対応のスピードを除外してる阻害しているというふうに私は思いますので、もうちょっとその内々で、まあ、NSC 同士というかそのある種 その志を同じくする国同士がコアな関係を作っていろいろ議論をしていくというようなことが必要になるのではないかというふうに思ってまして、でその辺の鍵がですね、先ほど申し上げました2枚目のですね、キーワード的なところで、書いてある最後の方なんですけども、国際連携国際協力とか実現ということで諸施策の実現のところは先ほどすでにポリシープロセスプライオリティパッションプレゼンテーションプログラマティズムということはお話しさせていただきましたけれども、要はこの国際連携協力ということでありまして、で一つはまずより価値をが近い人たち、そういう同盟国であるとか非常に関係の深い 国の間ではやはりそのインテリジェンスの共有というのがより大きな鍵になるでしょうし、それぞれの施策というものをあらかじめ組み合わせていくというようなところもすごく大事になると思いますし、それからアメリカ以外の国もどんどんイニシアチブを出していくと、まあ、いうようなことが非常に重要ではないかと。それをお互い持ち寄ってですね、やっていくと。でそれを制度化するような形のところまで作っていくということではないかなと。そういうことによってお互い そのオペレーションが一緒にできるようになるんではなかろうかというふうに思ってますので、まあ、この辺を我々としては考えていかなければいけないんじゃないか。その結果ある種 その信頼関係みたいなものも生まれるんではないかというふうに思っているところでございます。それからあともう一つはですね、短期的な協力だけではなくて、これは多少そのゼロサムゲーム的な世界の国との間でも言えることだと思うんですけれども、やはり中長期的な観点からの協力ということで経済、それから教育ですね、さらには環境問題、そしてお互い対等な立場である程度尊重し合ってやっていくようなアジェンダというものをやっていかないといけないんだろうと。その中で非常に大事になるのが2つあると思ってまして、1つは積極的にその国の政策のプラスになるようなアイデアを出すなり、あるいは人を交換してですね、いわば出向関係のような形にして一緒に考えるような切り口というものを考えていくべきではなかろうかと。これは例えば米英間とか米豪間では非常に数が 大勢の人間が交換されてますけれども、まあ、そういったことをいろんな分野でやっていく必要があるのではないか。経済なんかではかなり進んでいると思いますけれども、そういうその一緒に考えるというアプローチがおそらく必要になってくるのではないかと。それから最後にこれは政治の力との関係にもよりますけれども、エクスペクテーションマネジメントといいますか、まさに今回の選挙でもそうだと思うんですけれども、ある種期待が高くなりすぎたときにそれをどうするかというのは、これは現実問題としては非常に大きいと。でそれも自国だけではできなくなってきつつあるので、ある意味その
協力国なり連携国との間でむしろその国の政策が非常に正しいんであるとか期待はこの程度だというようなことを周りの国からなんか言ってもらうというようなですね、そういう協力関係というのが非常に複雑になってきたんではないか。つまりグローバライゼーションが一番遅れているのがそれぞれの政府の関係でありますので、そこのところを何らかの形で新しい形を作っていかないとですね、私はなかなか問題は解決しない。でその中で相対的にそういう統合力が強いロシアとか中国というものが優位さを発揮しているというのが現状ではないかなというふうに思ってますので、我々はそこですごく協力をしなければならないのではないかなと思っております。で以上で大体私がお話を申し上げたいところというのは話せたかと思いますので、あとはちょっと島田さんにお任せをしたいと思います。はい、以上です。ありがとうございました。以前高見沢さんが防衛研究所の所長をなさっていたときに私講話を聞いた経験がありますが、その時と同じようにまず概念整理から入っていって、その後立論というその手順通りですが、今お聞きになって皆さん感じたでしょう。皆さんの関心事項をうまく透かしてかわしたというお話だったことは間違いありませんので、ここから先の質問で今のお話の中の間に隠された高見沢さんの見解を、ぜひ引き出していただきたいと思います。最初に私から一つだけ聞かせていただきたいのは、安全保障の今後を考えるときにですね、これまで の日米の役割というものも振り返りつつ、日本が主導する必要性も出てくるという部分が存在するというふうに今触れられましたけれども、トランプさんとその周辺の安全保障メンバーがどうなるか分かりませんので、具体的格論がどう出るかはこれから先ですけれども、これから先の日本自身の世界の中での必要性ということを考えた場合に、日本がアメリカに対して主導すべき部分というのは安全保障分野でどの程度あるんですか。具体的にもし浮かぶものがあったら教えてください。はい、私はですね、日米で特に日本が主導してやってもいいんじゃないかなと思っているのは、このアジアなり太平洋地域を中心としてですね、この5年10年あるいは15年単位でどういったことを我々共通で考えなければいけないのかという意味での、いわゆる、この見方、つまり将来情勢がどう動くかと、それによってどういう影響がお互い出てくるのかということに対する知見というのは、私は非常にアメリカの観点と日本の観点というのは違いはあるかと思いますので、ある意味それをその共同のアセスメント的なものをですね、要するにオープンな場でやることもあればそうでない場合もあると思うんですけれども、いわばこの地域の不安定要素なりポジティブ要素といったものをですね、もっとこうお互い知恵を絞って、それでその結果やはりこの問題が一番やはり将来の安定のための鍵であるとか、あるいはこういった課題に対しては一番この部分の能力が不足しているというようなところで、そういうですね、共通のアセスメントといいますか、お互いが今後動いていくための前提となるような認識の違いとかすり合わせというものを本当に真剣にやる必要が今以上に今ほど重要な時はないと思ってますので、そこはある意味日本としても貢献できると思いますし、そのためにはやはり情報の強化というようなことも非常に重要になってくると思いますけど、それは一つはっきり申し上げられるんではないかなと。あと2点目はこのまさに経済のところで非常にアメリカが主導してきたこととトランプが必ずしも言ってないので、その経済的な枠組みのところで日本がどこまで頑張るかと、まさに TPP もそうですし RCEP にしても、あるいはヨーロッパとの関係でもそうですけれども、そういう経済的なところでの主導的なところっていうのをどうするのかなというのが私はあるように思います。これは直接私の専門ではありませんけれども、そこの部分はあるんだろうなと思ってます。でちょっとすみません、前段の部分に関してですね、はい、やっぱりこれから先のアジア太平洋地域を中心とした日米共通のですね、この地域全体に対する働きかけ、日本が主導すべきという、それ大変私も賛成なんですが、やはり当面の課題である中国とか北朝鮮に関する情報の量ですね、はい、これ圧倒的にアメリカが、はい、世界でナンバーワン、であろうかと思うんですけども、そのアメリカから日本への情報の流れですね、従来は、日米安保の下でもですね、必ずしもアメリカから丸ごとは来ない、その都度その都度必要に応じて小出しに渡されていたという感じが
これは否定できないんですけども、その辺って変えようがあるんでしょうか。ですね、私はもうすでに変わってきているというふうに思うんですけれども、とにかく安倍政権になって、その特に最近の大きなその違いというのはですね、やはりそのまさにその国際社会なりこの地域に働きかけていこうというのがその安倍政権の特徴でありますから、ですから対ロ関係をじゃあ新たにどうするんだとか、その対中関係どうするかということについて、こちら側からそのアドレスしていくという思考が非常に強いと思うんですね。でそうするとじゃあそれをやるためにはその国との関係でその国にどうなってほしいのかとか、どういう施策が必要なのかということを非常に今アクティブに考えてますし、そうするとそのために必要な情報というものが非常に具体的にまあなってくるということじゃないかなと思うんですね。ですから例えばこれは ある国の例ですけれども、北朝鮮におけるその食料事情がどうなっているかということを調べてくれという一般的な情報要求ではなくて、その NGO なり国際社会が渡しているその食料がですね、現実にどこまで届いているのか調べてくれという要求では全然違うと。そうするとまさにその政策効果の有効性を判断するための具体的な情報要求と一般的な食料事情という情報要求ではまるっきり違うと。ですから今までの日本というのはどちらかというと学者的なというか分析的なとか、こういう情報ないですか、なんですかということだったんですけれども、これからはまさに政策展開の前提となる実質に必要な情報と、その政策展開をしたことに伴う効果、それに対する情報、あるいは将来何か起きそうなことに対して、いわばその相手が先に手が打つ前にこちらが手が打つようなことというのを今考えるようになってきてますので、その意味でアメリカとの関係で言えば、日本は今こういう情報が欲しいんだという日本側の情報要求を非常に明確化するということ自体がですね、アメリカにとっては非常に大きな情報になるし、我々もそれからいろんなことを学べるんです。つまり情報というのは待ってても自動的には来ませんので、俺はこう何かこうして、でそれはお前のためにもなるだろうと、それを俺は今やろうとしてるんだけれども、こういうことが足りないんだけれども、何かこれはないのかみたいなですね、そういったアプローチではないかと。でただ同時にですね、それに対して我々の方は何が求められるかと、じゃあお前はどうなんだということで自分の考えを明確にすると同時に、ではお前はそれについてどういう判断をして、どういう情報があるんだと、こういうことになりますから、そこの部分をやっていかなきゃいけない。で少なくともNSC ができて、非常に頻繁に NSC の会合が開かれ、しかもそれを支える国家安保局もあり、関係省庁との協力関係があって、情報官も非常にアクティブに動いていて、いわばNSC に出ている局長級以上のメンバーが常にこう一体として情報を共有しているような状況というのは、これは劇的に変わったというふうに思いますから、それをこれからさらに生かしていく。ただ情報の絶対量が、政策をいろんな政策をやろうとすればするほど主張となる情報が増えますから、その情報の絶対量が足りないという現実はあると。だとすると今後 4,5 年の間に情報機能の抜本的強化というのをどうするかというのが、まさにこの、日本の進路を考えていくときにより重要性を増しているということは言えるんではないかな。その情報というのもいわゆるインテリジェンスというレベルにとどまらず、いろんなインフォメーション、そのあらゆるところ、あるいはすでに存在している情報を、統合する力といいますかですね、そういったことが非常に今問われているというふうに私は思っております。はい、ありがとうございます。非常に示唆に富んだお答えをいただきました。会場の皆さんからご質問をいただければと思います。できるだけ大勢の方に、ご質問いただければと思うんで、毎度のことですが、とりあえずお一人一問ということで、積極的にご質問に立っていただければと思います。また再質問が必要であればそれはその都度ということで、いかがでしょう。西村さんどうですか。党クラブの企画委員長をしております西村です。今日はありがとうございました。先ほどその今後ペンタゴンや国務省の関係がどうなるかによってちょっとわからないという留保条件がついていましたが、各国 その NSC の一体化と情報共有政策協調のシステムは不可逆的にもう一体化したのか、あるいは今後トランプ政権においてもう一回そのペンタゴンや国務省に力を取り戻して NSC の力をそごうとする今の発言もあるようですけれども、そこら辺でもう一回入れ戻しがあるのかどうか、現在できているこの政策協調 その NSC を中心とするシステムネットワークはですね、もうすでに固まったと見ておるのかどうか、高見さんそのご見解をちょっとお伺いしたいと思います。はい、一つですね、私が今申し上げたようなこう希望的な枠組みと、
今トランプが言ってるとか、あるいはそのいろんなトランプの今あの移行チームに入っている人たちが言ってる中にですね、 NSC がまあそのちょっと巨大すぎるとか、うん、NSC がちょっと全体を支配しすぎてるっていう議論があるんですけれども、それについては私の考えはですね、その通りだと思うんですけれども、あの一方においてその全体 の, そのプライオリティなり、その需要エコノミクス的なところが非常に今あの普遍化して広がってきている中でですね、やはりその NSC 的なところの協調関係っていうのは結構大事なんじゃないかって、私が申し上げているのはそれが今必ずしも十分でないと思ってるわけですね。でそれをもっともっとまあ進めなきゃいけないというふうに思ってましたの で, でその中でまあ今回そのトランプの政権の担当者と思われる人たちの中に NSC の集中 をやめて、あのペンタゴンとかあの国務省に戻すということを言ってるんで、それはそれであのバイの関係は私はあの大事だというふうに思ってますし、それはもともとの政策の立案とか政策の実行というところではそうだと思うんですけれども、政策の調整とかプライオリティの調整であるとか、実際に何かこうことが起きてしまった時のその共通の対応というようなことを考えた時にですね、 NSC の役割というのは非常にあの重要になるのではないかって、それがあのそこがうまくいかないと、先ほど言ったあの6つの S に対してうまく対応できないというふうに私は思ってますので、だからその実行官庁としてのあの日本で言えば防衛省なり外務省なりと、そのプランニングの部分と、それから実際のその国際的なコーディネーションなり調整、あるいはマスコミ対応であるとか政治との関係とかですね、そういったところっていうのがかなりこう同時に走らなきゃいけないというふうに思ってまして、で私としてはそのパブリックエクスペクテーションなり世論と の,、まあ、そのうまくやっていくというですね、ここの分の役割が非常に高くなると思いますので、その意味で NSC というのは非常に大事ではないか、だからある意味 NSC の広報機能的な部分なのかもしれませんけれども、要はまさにあのグローバルなあの共通したストラテジックコミュニケーション、自国民に対するストラテジックコミュニケーションであったり他国民に対してなんですけど、そこの世論とか国民 にどう対応するかという意味での NSC ネットワーク的なものっていうのはかなり重要になってくるんではないかと。で一方で何でもかんでも NSC がっていうのは非常に良くないので、そこはかなりあの日本の NSC みたいに こじんまりとしててもいい部分もあると思うので、やはりどのアイテムをそういったことに当てるかということはあの考えなきゃいけないと思いますけれども、あの何でもかんでも NSC と言ってるつもりではありませんし、今非常にいいネットワークができているかというと私は不十分だと思っていますので、そこの部分をどういう形でやるのがいいかっていうのを、それこそ24時間あの24/7 のですね、あの四六時中できるようなあの形っていうものが、そのリーダー間のネットワークとしてないとですね、どうしてもこの今の起きている5つのその状況には対応できないのではないかと私はあの強く思っております。あの今のアメリカの NSC の肥大化の問題提起というものが存在しているということを前提にしたお話ですけれども、一方で今小島にともおっしゃったけど、日本の NSC なるものはですね、まあ、非常に民間の貸しビルの中に小島にと、オフィスがあるというような、あんま可愛らしいものですけども、先ほど高見沢さんがおっしゃったような、これから日本が主導して問題提起型の情報を獲得もしなきゃいけないというような世界に入っていこうとした場合には、日本の NSC というのはもっともっと強化、そして組織も大きくというふうにする必要がおありでしょうか。私はそれについてはややあの否定的でありまして、ただその今のそのより統合が進んでいく場合にはですね、経済とかエネルギーであるとか、そのもうちょっとその安全保障だけではなくてですね、あの需要エコノミクスといいますか、そういった部分 あのノウハウというか、もうやっぱりあの強化しなきゃいけないというふうに思ってますので、その限りではもうちょっと幅広いその権限とあのミッションというのがあってもいいのかなと思うんですけれども、それはやはりあのその NSS を大きくするというよりは、あのそれぞれの役所なり官庁間の調整機能というものを
いろんな幅広い政策、それぞれがいろんな政策をやっている中でもっとこう統合するような動きというのがあってもいいんではないか。例えば経済産業省の関係でいうといろんな動きをしているわけですし、独自の動きもしている。で経済では財務省の動きもあるんだけれども、それをすごく大事にしながらよりこう全体での目で見るような、あ、これもこれはちょっとこれ使えるじゃないかとか、こ う, うまくこう取り入れたりするというのかですね、うん、あるいはその例えばキャパシティビルディングで今回じゃあフィリピンにはこういう協力をしたいといったときに、そのフィリピンのインフラがどうなっているのかとか、もう全体の視点でそれぞれの役所なり企業が持っているノウハウとかっていうのを総合化するようなですね、そういった機能が今まで以上に重要になるのではないか。それでその国に対してトータルに積極的に働きかけようという今の安倍政権の発想がある場合には、それを支えるためにはよりインテグレートされたそういう機能というかが重要になるのではないかというのが私の見立てであります。一方でそのじゃあ規模が大きくなりすぎたり足りるのかということについては、私はまあ100人ぐらいという人もいましたけれども、安さんなんかも100人ぐらい必要だという言い方を確かインタビューかなんかでされた時期もあると思いますけれども、まあ、私はおそらくその辺が日本の形から言うと限度最大でもそこら辺じゃないかなというふうに個人的には思ってますけど。はい、どうぞ。もう内容分野何でも構いません。日本国を一時期背負った高見沢さんですので、その知見を引き出すようなご質問があれば何か。どうぞ前へ出て所属とお名前をお願いいたします。今日はありがとうございます。NHK の津屋です。アメリカ、そのトランプ政権がですね、トランプ政権というかトランプさんのこの今後の、まあ、世界情勢の関与を、まあ、薄めていこうという方針の一方で、そのまあ国防力は強めていこうというところなんですが、アメリカの国防力というのは本来、世界に関与するためにその力を強くしているというのが、まあ伝統的なあり方だったかと思うんですが、そこをある種の矛盾を含んでいるように思うんですが、こうした矛盾を含みながら、トランプ政権下で、世界の関与への関与とその国防力をどう使おうとするのかという点について、高見沢さんのご見解を伺えればなと思います。はい、私はですね、そこのところは端的に言うとですね、スマートインターベンションというかですね、そういう形になっていくんではないかと。それでそのためには抑止力なりですね、もうちょっと圧倒する力が必要だという考え方になっていくんではないかと。つまりですね、この間その2001年の 9.11 以降起きてきたことっていうのはどういうことかというと、そのアメリカ本土に対してもああいった手段で、壊滅的なといいますか、非常に大きな衝撃を与えることができるという状況があって、それに対してアメリカはまあ、ある意味報復的にやってきたわけですけれども、結局それが資源を大幅に浪費してしまったということだと思うんですね。でおそらくだから今セッションズ そのインタビューとかいろんなものを聞いたりしてたり、あるいはフリンがいろんなところで言ってるような話というのは、私なりに解釈するともっとアメリカというのは核戦力においても、あるいはその陸上戦力においても、ネイビーの力にしてもですね、あるいは海兵隊もそうだと思いますし、まあ、飛行機の戦力なんかももっと強くなければいけない、その差が大幅に詰まったことが、まあ、こういった状況を招いているという、まあ、ことを認識しているように思うんですね。だからその国防力の強化っていうのが年間ですね900億ドルという話が出てくるということではないかなと思ってまして、でこれはだからよりなんていうんですか、抑止力を高めるなり、その他の国がアメリカ そのいざという時には介入する力について過小評価をしないといいますかですね、そういうふうなことをその考えているのではないかと。で結果的にそれは国内の経済の活性化にもつながるわけですから、
まあ、そういう意味でその国防力の強化というのは必ずしもその国際的な関与をしっかりするということとは、国際的な関与について特にその軍事力の投入についてですね、慎重になるという部分とは違ってるんではないか。それからまたアメリカがそこで国防力を強化に乗り出すということでみんな足りないだろうと、俺もこれだけやるけれどもあなた方もやりましょうよという部分が私はあるんではないかな。つまりだからいろんなこれだけ紛争が起きていろんなことが起きているときに何かをやりたくてもですねやれる手段が乏しいと、不足しているという状態があったと思いますし、じゃあ北朝鮮の核をどうして封じ込められないかというときにやっぱりそのこちら側に適当な手段がないという部分もこれまであったと思うんですね。だからそこ そのみんなでそういった手段を作ろうと言っている部分ということについては全くその全体としての抑止能力を高めるわけですから、それは矛盾はしないんではないかと。一方で関与について言うと今までのやり方っていうのは能力の方はもう伸びきったままでですね、だけど言葉は強く理念的なところは強調していくと、だけど関与のあり方としては相手のことを攻撃する言葉で攻撃する割には関与そのものはあまりやっぱり手立てがないという状態だったわけですから、それをいわば変えるような形になるんではないかと。そうすると結果的には無理をした実力による関与、実力不足による無理をした関与というのは少し考え直すけれども、できるだけそういったことが起きないようなことにするし、同盟国もやってその全体の力を上げる方向に力点を置くという感じではないかなと思うんですね、うん、そういうことを目指しているように私には思われる。だからプロポーショネートなインターナショナリズムというかになると思いますし、それにはその同盟国なり協力してくれるところが一緒にやってくれると、つまりフェアシェアリングをするということを言っているんではないかなという気がするの でこれはだからレーガン政権の時の SDI とかなんとかでわーっとこう出てきた時 の危機感とある意味に似てるところがあるんではないかなと。結局はそのですから大事なのは東南アジアとかについてもおそらくそのパワービルディングというかキャパシティビルディングというのをどういうふうにするかというところに実際焦点が当たっていくのではないか。その意味では非常にその強い政策というのが私は出てくるんじゃないかなと思います。で問題はじゃあ関与ということで、まさにそのこの15年で8カ国まで増えてきたところの具体的な関与の話をどうするかということについては私は相当慎重に考えるんではないか。だから今の例えばイランとの核合意、これはまあ良かったかもしれないけども何が問題があるのかとか、中東で言えばそのどうするのかというようなところの評価の違いではないのかなと。ですから例えばイラク戦争の時にバーストの話をどうするかといったときにかなりバーストの力を活用してやる統治もあれば、そうでないんじゃないかといったときにやっぱりその許せないということで、ある種ネオコン的な形で理念が先行してそれを排除した結果、イラクの混乱が生まれたということだと思うんで、そういうそれぞれ その関与の仕方っていうのをどうそのスマートにするかということを考えるんではないかな。だからスマートインターベンションということは必ずしもインターベンションそのものが減るっていうことではなくて、インタービーンの仕方やり方っていうものを変えていくというのかな、そういう感じを私は受けるんですけどね。これは全く何ですか、研究者的なというと語弊がありますけれども、そういう感じですけれども、おそらくそういうふうに思えるということです、はい、そうすると、トランプさん自身の選挙中の発言あれだけ乱暴で、なんか少し飛んだり跳ねたりしてましたけれども、根底にあるのはやっぱり、経済の世界でも通用するような合理性というようなものを高見さんお感じになっているということですか、はいはい、だからその要するにですね、メイクアメリカグレートアゲンのアメリカっていうのはこれはトータルなアメリカだと思うし、安倍さんもまさにそれを成功を祈ってますということは、私はトータルとしてのアメリカの国力なりが上がるということだと思うんですね。で一方でアメリカファーストっていう意味っていうのはおそらく国民向けっていうようなところがあって、それでトランプのいろんなスピーチっていうのを聞いてるとですね、アメリカファーストっていう言葉の意味はこれは私の、勘違いかもしれませんけれども、アメリカ人つまり私の大事な選挙人いわゆる困ってる中間層ファーストという意味でアメリカファーストっていうのは使われている一方で、そのアメリカファーストといった時のアメリカっていうのは国益、アメリカの国益第一というふうにも
聞こえるわけですよね。ところがじゃあアメリカの国益っていうのをトランプさんがどういうふうに定義してるかっていうことは、おそらくクリントンが言うアメリカの国益とは違うんじゃないか。だけどアメリカファーストの中にはアメリカの国益第一ということであって、それはずっとあの歴代政権の、全く一貫した方針なわけですよね。だからそこの部分というのは実はまさに今の状況の中でアメリカの国益というものをどういうふうにあの判断するかということにも関わっていると。それからもう一つはさっきあのプライオリティセッティングのところで申し上げた内政ファースト的なニュアンスにも聞こえる部分があると。だからまさにそのアメリカファーストということで、なんか我々アメリカが最初だって言うんだけれども、まずアメリカの国益第一ってことであればそれはずっと言ったことだし、むしろ大事なのは国益を取っている気がするからだし、内政第一ということであればじゃあそれは そうだとする、じゃあ国際的な関与はどうなるのってことはその言ってないわけですよね。まあ、それは政策の優先順位内であって、じゃあどういう関与するかということからはアメリカファーストから出てこないわけですよ。だから我々そこのところはちょっと考えるべきではないか。ただ最後にさっき言ったエクスペクテーションマネジメントの話もありますけども、あの要するに中間層第一と言ってた部分の政策がきっちりいかないと、そこはやはりかなりこのコントラクトに反するという部分になるので、だから私はその国際的なところっていうのはそういうふうに理解をしてますけれども、それを支える前提となるその移民とか雇用とか、まさにオバマケアの部分の改革っていうのはものすごくそのこの全体的なですね政治に生きてきて、だからあのトランプ政権としてはそこで帳簿帳尻を合わせないとですね、あの非常にあの難しくなるというような感じはしますけど。はい、どうでしょう会場の皆さん、はい、後ろの方お願いします。あのマイクのところで、はい、お願いいたします。すみません、個人会員の大部と申します。ですね、高見沢さんのご説明の中で、まあ、その枠組みの中で日露関係というのはどう動いていくのか、どういうふうにこうイメージすればいいのか、日本は、ロシアに対してどうなってほしいのか、アメリカはロシアをどうしたいのか、でその中でどういうふうな協力が可能なのか、そこはどういうふうにお考えでしょうか。あの非常にあの鋭いご質問で答えはないという感じの答えがいいのかもしれませんけども、私の今の理論的な枠組みの中の整理から言いますとですね、あの一つの問題で例えばゼロサムゲーム的なところで非常に、まあ、ひどいことをやっている国があったときに、あのそれに対してどう対応するかということ だと思うんですけれども、結局私が申し上げているのは力が必要なところにおいてはそれは力をもっとつけると、でその能力をいわば拒否的な能力になると思うんですけれども、それを自分の国だけではなくて国際的にきっちりやりましょうということになるわけですね。その上で協力できるところはそういったそのエリア が存在しているけれども、そこはもうフルに積極的にやりましょうということなわけですね。だから私はあなたがこの問題でこれをやっているからずっと制裁を続けるよというアプローチで、その制裁があまり効いてない場合にはどういうことが起きるかというと、それは対立になってしまってその他の部分の協力というのは進まないわけですけれども、それをいわばひっくり返したいと、つまり譲れないところについてはあの実力を蓄えていって譲れないようにしながら、その協力できるところは協力をやっていくというようなそのファンクショナルなところでは協力はしっかりしようと、しかし譲れないところはあのしっかりした対応を取っていくということなんですね。でこれは例えば中国との関係で言えばそういうのは比較的我々が今現状維持的なところで頑張ればできる部分はあると思うし、協力すべきところもそこは協力するということで全体のパッケージが広がっていくというふうに思うんですね。でところがロシアとの関係において言うと、逆にそういう視点で眺めてたときにその協力を広げられる部分っていうのはあるのかというと、それはあるだろうと。で譲れない部分はあるかというと、それもあると。だから私はその ロシアというのはあの今の安倍政権のアプローチというのはあの基本的にあの変える必要がないというふうに思うんですね。でアメリカの方はそのじゃあどうなるかというと、おそらくオバマ政権の場合はこれがあなたはひどいことをやったから制裁をしますと、他の協力はあなたなんか信用できませんと、こういう話だと思うんですね。でヨーロッパの方はどうかというと、
ロシアが次々とこう拡張主義的に出てきてみんな取り返しに来てるっていう形になってますから、ウクライナだけではなくてそのさらにそのバルト三国であるとかポーランドとか、まあ、ルーマニアまであるかもしれませんけど、非常にあそこで現実にロシアのその陸上兵力が来るということに対しての恐怖というのをまあ感じているという部分があるのではないかなと。でその違いが本質的にあるのかないのか分かりませんけれども、ロシアと要するに中国同じ現状変更勢力というふうに捉えたとしてもですね、大きな違いはロシアの場合はそのいわゆる旧ソ連の中の範囲というものに対しての自意識があるのに対して、中国はそのもちろんその中国の版図ということを言い出せばきりがないですけれども、一応そこは領土的野心ということで言うとちょっと質の違いがあるのではないかと。それから2点目としては海洋的な進出の中国と陸上における、まあ、ロシアということになりますから、陸上における現状変更の場合には兵力を展開させると、地上兵力を展開させて実際にコントロールするという意味で非常に現状変更の度合いが明らかなのに対して、海上の場合はある意味そのずっと続いていってしまうと、つまり兵力展開があったりなかったりというようなことで現状が固定されにくいと、常にこう変換していくといいますかですね、いやランドインベージョンにはならないという、あくまでもそのマリタイムクレームみたいな形で行われているという違いがあるんですけれども、いずれにしてもそのロシアも中国もその現状変更しているということには変わりがないの でその部分に対してはやっぱりそれぞれの地域でしっかりとした拒否能力を持つと、しかしその拒否能力を持つということとそれ以外の協力できる分野でその協力を拒むということとはちょっと私は違うんではないかと。だから今そのトランプ政権なりがその目指しているかもしれないというか、一つの方向性というのはそういうその協力できるところはそのもうちょっと協力をしようというか、要するに無用に刺激してですね、相手が拗ねるようなことであまり効果のない、しかも力もないことでプレッシャーをかけててもあまりしょうがないんじゃないかみたいな部分というのは私はあるように思うんですね。だからそれをいいというか悪いというかは別にして、少なくとも今まさにその辺の判断をですね、トランプ政権というのは個別の事情に応じてちゃんと評価しようとしているのではないかなというふうに思いますね、うん、はい、よろしいですか。はい、他にいらっしゃいます。はい、じゃあどうぞ。NHK の高橋と申します。かつて政治部時代の防衛庁防衛省を担当しているときに高見沢さんを防衛政策課長などの取材させていただきまして、非常に懐かしく今日はありがとうございました。聞かせていただきました。もう数日後に首相がトランプさんと会うわけですけれども、仮定の話で誠に恐縮なんですけど、もし高見沢さんがですね総理補佐官であったとしたらですね、トランプさんに対してどのように接するべきだというアドバイスをされるんでしょうか。その今日の一連のお話は非常に理にかなったお話がずっと続いていて、これを多分全部トランプさんが理解できるとはちょっと思えないんですけれどもそのつまりトランプさんの人柄をまず探るべきなのか、それともそのこういう個別具体的な話でその向こうのその利害といったものをどんどん追求していくべきなのか、その、非常にそのキャラクターとかですね、その彼のインタレストとかですね、そういうものまだ情報少ないと思うんですけども、この段階で会う、総理が会う、そのトランプさんにどういうふうにアプローチしてくださいというふうにアドバイスなさいますでしょうか。それを私がここで何ですかね、その仕事を離れて、まあ、半年近く経っていうのはどうかというふうに思いますけれども、やはり総理の安倍総理 その強いところっていうのは、やはり相手の関心のあることを非常にうまくつかんで、それに対して率直に対応されるということだろうと思いますし、いろんなサミットのいろんなやり取りとかっていうようなこともこれまでのあれからすると、安倍はどうなんだっていうことを皆さん非常に聞きたいというような政治家だというふうに思いますし、それなりのこう独自の視点というかですね、いわゆる日本のリーダーとして4年プラス1年5年いろいろ考えてきたことに対しての皆さん聞きたいということがあると思いますので、それに対して率直にお話をされるのと、あと逆にこちらの方から相手の関心事なり相手の言いたいことというのをやはり水を向けるというかですね、やはりこちらの話を聞いてもらいたいという思うんであれば、相手の話したいこと、相手が聞きたいこと
に対してこう率直に対応するというまあことではないのかなというふうに思いますので、結構総理に近い人がみんな総理はああいう人とはうまく合うんじゃないかということをいろんなテレビでおっしゃってますけれども、私はやっぱり総理の非常に何て言うんですかね、本当の意味での教養というか幅広い何かこう力というのがそのまま率直に語られればいいんではないのかなと、それはおそらく通じるんではないかなというふうに思いますけども、はい、ということになると田村さん、やっぱり安倍総理は安倍総理が喋る時間よりも聞く時間の方が長くて構わないと、最初はそれでいいんだと、こういうことですか。まあ絶対言っとかなきゃいけないことっていうのをいくつか言わなきゃいけないと思いますけれども、聞く時間が長くても私は構わないと思いますし、それでずっと聞いてるとですね、相手もどうぞっていうことはあるかもしれません。だから私が印象に残ってるのはワインバーガーがですね、ワインバーガーじゃなくてラムズフェルドがですね、小泉総理との表敬した時っていうのはですね、小泉さんが30分ぐらいずっと喋り続けたんですよね。で、あのラムズフェルドがあっけに取られてたっていうことがあったんですけども、あれもまたあれでラムズフェルドとしては良かったのかどうか分かりませんけど、それはもうまさに首脳同士の関係ですから、まあ、さっき言った言葉で言えばですね、まあ、インプロビゼーションというかその場で考えるお互い力が強い人だと思いますので、まあ、その場の流れの中でそういうやり取りができて、まあ、こいつとはまた話したいなという思いをお互いが持つということが大事じゃないかと思いますね、はい。時間が限られてまいりました、はい、もし最後にお一方あればご質問いただきますが、いかがですか。じゃあどうぞ最後のご質問。朝日新聞の沢村と申します。ちょっと引いたことでちょっと視点からご質問したいんですけども、一番冒頭にですね、政治の困難化とか価値の動揺ということで、一つにはその、まあ、強いリーダーシップの指導者のを渇望する動きとか、あとは、まあ、民主主義に対する不信という話がありました。実際問題として今起きているのを見ると、いろんなところで、まあ、強権政権と言われているいろんな、まあ、政治リーダーが出てきています。その先にトランプさんが連なるかどうかはまだ分かりません。一方でもう一つの現象としては、まあ、情報の拡散ということにつながるかもしれないんですけども、例えば、まあ、トランプ現象もそうですし、サンダース現象もそうですし、まあ、場合によっては、まあ、ブレグジットもそうかもしれませんけども、例えば大衆、SNS なんかで広がった大衆のまあコミュニケーションがですね、場合によっては国際情勢も揺るがすと、そういう時代になったときに、国際秩序というのは大きく変化しうるものなのかどうか。例えば今だと、例えばまあ広い意味での同盟関係、まあ、NATO とか日米とかですね、に作られたまあ秩序とかですね、あとはまあ民主主義社会国家によるまあ G7 とか、あとはもうちょっとそこにまあ広く経済振興を含まれた G20 とかありますけども、その辺の例えば今までも思いもやらなかったような国際秩序の変化があるかどうか、その辺のところちょっともし何かご意見があればお聞かせください。そこはですね、私も非常に前々から考えているテーマだと思うんですね。それで今一つ積極的な意味で考えているのはですね、いわゆる事態対応というか危機管理におけるそのソーシャルメディアの活用というかですね、これをそのいろんなまさに間違った情報であるとか、あるいはデマ的な情報っていうのが瞬時に流通するような中ではあるとは思うんですけれども、これから例えば東南海の 大地震であるとか、いろんな日本を襲うようなメガデザスターが来たときに、そのソーシャルメディアを含めてこの情報の持つ力っていうのを最大限生かすような訓練とか枠組みというか政策的な取り組みっていうのをしていかなきゃいけないと思いますし、それがない限りはやはり災害大国日本っていうのはなかなか生き残れないと思ってますの で、逆にそこを非常に乗り切ればその災害に強い日本ということになると思うので、そこは私はぜひそういう情報 の、こういうソーシャルメディアの持つ積極的な価値というのをうまく、まあ、活用するような方策というかですね、それを非常に強く進めていく必要があるのではないかというふうに思っているんですね。ただ同時に今回 その選挙を通じてもそうだと思うんですけれども、情報が非常にあふれていて、しかも今 AI の力も使うとそれぞれの言語を変えて
やるということができるようになるとすると、その情報の操作というかですね、まあ、操作とまで言えないんですけれども、ネット上にあふれている情報を短期に整理をしてある資格で切り取って、それがいろんな情報として流れてますよという世界にこうなってしまいがちであって、我々もあまりの情報の多さで、ですから多様な情報に接する中で自分の好きな情報であるとか同じような情報っていうのを追うと、でしかも時間がなくなると自分の固有の言語の情報にどんどん走っていくと、でその自分の固有の言語の情報が元の情報が英語であったり中国語であったりというものが、いわゆる選び取られるような形で流通していくという状況が非常に高まっていて、それもしかも非常に短い言葉で出てくるというですね、まあ、そういう時代になっているというふうに思いますので、その意味で我々としてはそういう短い情報で短時間に拡大再生産される情報というものをどう扱うかというのは非常にこう大きな課題だというふうに思いますし、人間こう思考力がどんどん低下していくような感じもいたしますので、私はどっかの時点でそういうその、まあ、手で書くといいますか、情報から離れるような形の何かみんながほっとするような空間なりコミュニティ、つまりそれぞれ の地域におけるコミュニティというものを強化していくような形にならないと、今のご指摘のような危険性といいますかですね、非常に短い情報、繰り返された情報、それ でこちらが何か打てばですね、まさに AI の方がこうでしょうって言ってきて、ああそうだそうだというふうなですね、つまり、多数者の情報がそのままの情報になっていくというか、つまり常にこうどん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 共通化されていくようなその言語体系にはまっていってしまうというようなことがあるんではないかなというふうに思いますので、まあ、その意味ではその非常にローカルなコミュニティをどう作っていくか、だからこれは災害対応を考えても同じなんですけども、いわゆるソーシャルメディアで短期に情報を共有するっていう枠組みがあるんですけれども、それが平素からのコミュニティの中で生かされているようなものであれば、現実の世界とソーシャルメディアがうまくマッチングすると思うんですが、大きな問題についてソーシャルメディアだけがこう走ってしまった場合に、それは非常に止めがたいというかですね、それは非常に感じているということであります。国家などという枠組みは一瞬にして乗り越えられてしまうということにもなりかねますよね。そうですね、だからそれが分からないから、はい、多分こうじゃないかというのがこのネットの世界では通用しませんし、おそらくその通貨というものがだんだんなくなっていくような状況になってたときにですね、どれだけ政策展開ができるのかとか、ものすごいコストが減ることによってなんかバランスが良くなるかもしれません。だから今の銀行の手数料というものが今のままで成り立っているというのは、まあ巨大な驚きというか、これほどひどい話はないけれども、誰もその100万円積んで利子が1円か2円しかつかないところで1回の手数料で200円とか300円パッと取られるということで、しかもそれは自分で全部入力をしてやってるのにみたいな話でですね、こういうそのだけどみんなそれを受け入れてるというね、非常に摩訶不思議なことが起きてるわけで、だからある意味タブーブレイキングな議論ができるようなことになればいいなと思っております。はい、ありがとうございました。最後現代のパラドックスで締めくくっていただきました。今日はですね、今の未来志向の話とは打って変わってお書きいただいた一筆原点、それ丸括弧原点、古典の転籍の点ですね、丸括弧と字を大切にするという一筆いただきました。一言ありますか？はい、このまんま、はい、字のまんま でですね、原点を大切にする、じゃあちょっとすみません、過ぎちゃってるんですが、はい、私が言って書いてる昔書いた時のですね言葉で言うとですね、一つはですね、全体像を描くっていうのがあってですね、それから目標を設定するっていうのがあってですね、それで温故知新でいくというのがあって、それで最後に原点に戻るということなんですね。それで全体像の把握っていうのは要は
あの対極的立場も含めて複眼的にアプローチして全体像を把握する、あ俺はこうだけどこうじゃない人もいるなみたいなのをやって、それからじゃあこの現場で例えば自分の在任期間とかやれることってのは何かって目標を立てる、その目標を大体3つぐらい立てて、じゃあそれに向かっていくと。だけど目標と問題点は混同しないと、つまり目標が高いから問題点があなんかおかしいみたいになるんじゃなくて、問題点あるんだけど目標は大事だから、じゃあこの問題点を解決する手段を考えるみたいな、そういうあのバランスをいくと。それから温故知新っていうのはやっぱり先人に学ぶと、あと現場主義でもあると、新しいところは現場でいくと。であとは51点主義っていうのがあって、要は結果を出すと、まあ、とてもこれじゃあの平和安全法制これじゃ不十分だけれどもみたいなところあるんですけど、要はそう思ってるんですか。51点主義でいいというか、まあ、これは100点120点って人もいますけど、まあ、そういう感じ。それが最後はやっぱりでも原点に戻るということでですね、まあ、結局はそのジグザグで覚悟してで主体的に考え続けるみたいな、こうそういうことかな。それからあと原点というのはですね、あの例えば安倍総理の今回の所信表明演説っていうのを全部読んだ人ってのは何人いるかなと、そうすると大体7300何字あるんですよ今回で、ある研修でそれを全部要約させたんですね、原点。そしたら要約がねほとんど50種類ぐらいあります。つまりそれぞれの報道しか見てない人は総理が実際に喋ったことを報道で見るわけですから、その人の知りたいことがこっちにあってもこっちだけ見てると多分見つからない。でおそらくそれは50種類もあるっていうことはですね、やっぱり原点っていうのを当たるのは大変なんだけど、原点に当たってやっと自分で考えるみたいなところあるんじゃないかと思いましたので、そういう言葉をちょっと、はい、はい、ありがとうございました。 まさに現代にとっての必需品のような言葉だと思います、はい、今日はありがとうございました。最後に、記念品をお渡しして皆さん拍手でお送りください。よろしくお願いします。どうも今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。今日はご協力ありがとうございました。